セコセコセコどうも、カラズキです。はぁ、ここは、はい、やってきたね、河口湖ステラシアター。そうですね、このちょっと後方の方に見えておりますけれども、いやいや、うん、眩しい眩しいな、どん天ですね。おぉ、これ雲一つない、どん天どん天、曇りの天気と書いて囲まれてますけども、いやー、そのまま行くんや。ちょっと ね、はいはい、いよ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 明日、はい、行われます。スラシアター、はい、です。はい、灼熱がね、まあ去年来られた方はね、まあどんなもんか、雰囲気はファクトリーの夏祭り2023灼熱ですか。はい、そうですね、分かってると思いますけれども、ということで、あれですか、この周辺の紹介とかされますか、初めて来る方のために。もうでもこれ上げる頃にはもう灼熱終わってるやろいやでも、これこのまま上げるんや、今日上げるんやったら別にいいけど、別に今編集しに行って上げても大丈夫ですよ。別に編集、じゃあノー編集でいきましょうか。ノー編集で上げますか。じゃあ、はい、ノー編集で、はい、いかに俺が、はい、ちゃんとしてるかっていうところを見せていきます。ありがとうございます。じゃあお願いします。さあ、このね、はい、あ、え、これ見てください皆さん。何ですか、これ。平成7年にできたんですね、これ。あ、ステラシアター、ステラシアターっていうのは、あ、これね、これ豆、今日は川口湖ステラシアターの塀を5つ紹介しますんで。あら、ゴーと言ってしまったぞ。はい、平成7年にこれ1つ目、これが1個目、1個目です。なるほど、いや素晴らしいですね。あ、え、これは見てください、すごいポンポンいくね、ここすぐやよ、これ。じゃあ、え、ふるさと納税、ええ、始めております。いやいや、これはもうここすぐ終わるぞ。これは目に見えたもの、ただただ言うだけはやばい。返礼始めました。やばいですね。なんと、いや、そう、違う違う違う、16,000円の寄付で、ステンレス製のやつで、あ、名前の3万円で金ピカのやつが、ね、真鍮製をステラシアター年間ご支援、こういうふうね、はい、設置してもらえると、すごいですよ。いや、せめて明日来る人に役立つ情報とか分かってます。はい、ここはね、来れば分かっちゃうんで、別に来ればね、ね、いや別に、なんでラッパーの名前強調したか分かるんですけどもう上がってんの下がってんの、いやいや、はっきり言っててください、本当にそれはね、まあ、上がってますからね。ああね、やっぱね、明日に向けて、まあ皆さんもね、これこの景色見るだけでちょっとテンション上がる部分、あ、これ多分あれですよね、きっと、え、なんですか、物販ですよね。あ、ここ物販ですね、この入り口のね、多分すごい並ぶでおなじみの、ここ、並んでましたね、去年はね。はい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 、思い出してきましたか。思い出してきました。ああ、こっち、去年ここ喫煙所ですって紹介して、当日なかったやつですね。はい、なのでタバコ吸えないです。吸えないです。はい、気をつけてください。気をつけてください。はい。あとトイレありますね。トイレね、これは使えると思いますね。はい。え、もう出ちゃうんですか？捨てらっしゃった前出ちゃう。あ、はい、自販があります。これ本当に使えると言っちゃっていいですか？明日。やめておきましょう。そうですね。この自販はちょっと使えるかどうかわかんないんで、すいませんね。はい、紹介やめときます。出てるやん、もう。捨てらっしゃった出てるよ、もう。ということで、はい、うん、芝生広場が、うん、なんと、はい、ある、これ3つ目。うわ、やば。やば。これ上げるん、この動画。あ、もうなんかもうクラシックの目覚めのね、はいはい、明日はかかってないと思いますけどね、はい、明日はきっとね、うん、これが椿の曲になってると思いますけど、はい、多分ですけど、多分ですけどね、いやもうこっちはね、ステラシアターじゃないんですよ、河合さん。え、何、芝生広場とかの方なんで。こっちが、はい、ここも違いますよ、こっち。でもここすごい広いよ。あ、確かに、ちょっと休憩スペースとしてはね、そう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 、一部と二部の間に、ああ、ちょっとご休憩されたいなとかっていう方はね、でそんな遠く車とかで来てないから、ああ車戻られへんしみたいな、ちょっとどうしようかなみたいな方はね、この公園とかすごいいいと思いますよ。すごいね、去年も見たぞこれ、丸、ね、もう丸1年前に、あのこの変な形のジャングルジム紹介したぞこれこれ今回大丈夫です、これは4つ目に入りませんから。あ、入らない、5つのポイント入らないんでね、うん、あ、そこはあれなんですね、ちゃんと去年からアップデートしていく、ね、時勢が効いてるんですね、見せていきましょうよ今日は。はい、ありがとうございます。いやいやいや、もう本当にあれですね、ステラシアターがね、ちょっと今これこっちにちょっと、はいはいはい、左手に、ね、はい、見えてますけれども、ステラシアターの裏側ですね、はい、裏側でございますね。これはだからもう屋根が今日ある状態ということで、はい、そうですね、ね、まあまあ、どん天ですからどうなるか分かりませんけども、
なんならちょっとポツポツって音も聞こえてきておりますから、もう完全に雨降ってますね。ようやく認めた。完全な、めちゃ雨ですね。もうね、はい、ほんとちょっと傘とかもしかしたら明日ね、降ってたら持参した方がいいかもしれないですね。確かにちょっと外で待機する。でも明日はそ、うん、なんか雨予報、曇りみたいなね。ほらほらほら、すごいこの、はい、ええ、広大な広大な広場。あ、もう声量でカバーしてる情報の薄さを。いや、あ、すごいすごい。サンシャイン感じで。いや、ここは確かにね、まあ休憩スペースとかすごいいいですよね、ここ。いや、すごいですよ。ピクニック的なこともできますし。本当ね、だからレジャーシート持ってきた方がいいんだよ。確かにこうね、友達と一緒に。本当ですよ、おにぎりとね。ね、おにぎりとかね。サンドイッチと。確かに。うん、あの、フリスビーとかね。チェストね。いや、なんでやねん。おじいちゃん、おばあちゃん、それ。公園の将棋とかする人。いい光景ですけど、ね。すごいわ。はい、いや、すごい広いです、ここ。ここね。ここすごいですよ、はい、このね、広大な芝生広場が裏手にございますから、うん、もうこっちでもいいぐらいやな。何がですか。あ、まあまあまあ、それはもうやめとこう、うん、あさあ、はい、いやいや、はい、ということで、はい、あのね、この木、何の木みたいな木があります、これ4つ目やばいやばい、ほんまに4つ目ですよ。ここで皆さん、この木、何の木、気になる木っていうのね、まあ合唱とかして、合唱とかしてみたらいいんじゃないですか、うん、まあそうですね、うん、まあテンションも上がってるでしょうし、上がってるでしょうからね、ねえ、つなぎには持ってこいの、確かに確かに、うん、まあ一部と二部の間ね、なんかそういうこう合唱みたいなの、うん、何を同じこと繰り返して広げてる言い方で、広げてるような、差も広げてるような言い方で同じこと繰り返しましたけど、なんやねん、いや、なんやねんじゃなくて、広げ、いや、本当にマジで最後の一個は頼みますよ。皆さん本当に嬉しい情報言ってください。これは本当に嬉しい情報言ってみまし、言ってきましょうか。いいですか、本当に、ああ、これ本当にノー編集で今日あげるんやね。もうあげますよ、だからもう戻って編集しますよ。 OK、 じゃあ、はい、分かりました、はい、最後の一つ、はい、明日、明日行くぜ椿ファクトリーブースで、はい、ガラガラ抽選会があります。ガラガラ抽選会、はい、ハッシュタグ灼熱椿で、はい、多分ね、はい、ちょっと変わったらごめんなさい、つぶやいた方なんか何かしら、はい、アナウンスしますと、アナウンスしますね、はい、ハッシュタグつぶやいた方、ツイート画面、あ、ごめんなさい、 X でねポストされた方、どっちでもいいよ、ポスト画面を見せていただけたら、はい、うん、ガラガラが1回弾けます。弾ける、はい、スカッパ履いてる方だったらもう1回弾けます。2回弾ける、はい、でガラガラで3と、はい、これがいくつば缶バッジ、そうですね、だ、うん、からスカッパ履いてらっしゃる方はマイページ画面、あのね、もうスクショとかして持っていただけるかもしれないですね、はい、見てください、はい、ぜひね、で、はい、2等、2等、あ、ごめんなさい、先言っといておきます、1等、1等がいくぜ椿ファクトリーの T シャツにメンバー、はい、10人のサインを入れて、はい、今回出演するね、はい、10人するのサインを入れてプレゼントと、はい、あ、いいじゃないですか、嬉しいじゃないですか。1等はね、もう、はい、まあそれなりの数用意してますんで、あ、じゃあ割と去年よりは当たるんじゃないかなと思ってます。嬉しい声が増えるんじゃないかと、増えるんじゃないかなと思ってますと、1等がね、いいじゃないですか、2等が、2等なんと、うん、水プルステッカーです本当にいくつも見てた人はあって思ったんじゃない、もうこれ以上説明しません。あら、水プルステッカーが当たります。この情報をまず今解禁すると、はいはい、もうだからもう水プルステッカーという単語、あ、もう、うん、これはもういくつも見てる人に向けてやってるから、はい、あ、この YouTube、うん、なんや水プルってってなってる、そこのあなた、うん、スカパーブースに入ってきてスカパーに加入してください、うん、そしたらサイン、はい、サイン入りチェキが今回ね、先着20名様で、お前こと終わりに向かってる、はい、もらえますんで、はい、これが最後の5つ目です、はい、なるほど、ということで、はい、皆さん、明日、灼熱いくぜ椿ファクトリー番組ブースでお待ちしてます、はい、来てくれたあなた、最高最高最高どうもありがとうございました